はい、こんにちは。浦田健でございます。今日のテーマは住宅系リート徹底分析です。さあ、今日のテーマはですね。コロナショックの大不況下でもびくともしない。住宅系リートを徹底分析していくんですけれども、ここまでの動画でホテル系とかですね。オフィス系はやってきました。今日はですね。いよいよ皆さん気になっている住宅系リートをお話しします。 今日この動画をご覧いただくとなぜ住宅系エリートがここまで 強化でも株価がそんなに落ちないのかということが分かりますし住宅系リート6銘柄全部徹底解説していきますので住宅系リートにですね今投資するならどの銘柄がいいのかということが分かりますぜひ最後までご覧ください当チャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しておりますぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです インスタグラムもですね登録していただくと最新情報をですねタイムリーにつぶやいていきますのでこちらの方も是非ご登録くださいさあ今日はですね次の3点でお話をしていきます1つ目はなぜ住宅系リートの株価が反発しているのかということですね2つ目は住宅系リートの全6銘柄を徹底分析していきますで最後に狙い目の銘柄とその理由についてお話しします まずですね住宅系リートがですね他のリートですね例えば商業とかホテルとかオフィスに比べて株価がなぜすぐに反発したのかということですけれどもその理由はもう皆さんあのお気づきのことだと思いますけれども住宅の家賃というのは景気に左右されないからなんですよね例えばオフィス系リートですと最近はですねテレワーク化が進んできますし解約の懸念とかですね 賃料のの減免要求なんていうのも今ありますよねそれから2020年の大量供給問題がありまして供給がですね過剰になっているという問題がありますなので、まあ、家賃が下がっていくんじゃないか空室も拡大していくんじゃないかということで懸念されてるわけなんですよねで商業はですねこれがですねいつ復活するのかっていうのがまだ見えない状況。 それからホテルはですねこれ一番きついですよねインバウンド頼みだったっていうこともありますけれども今まあ経済がストップしてですね国内のね出張も動かないとゴールデンウィークもですね自粛で人が動かないということでもうほぼほぼもう稼働率1割ぐらいじゃないかというような感じだというふうに思いますその反面ですねこの10のところっていうのは滞ることっていうのはほとんど懸念としてはないので こういったその株価の反発も早かったわけなんです。 で、で現在ですね、この住宅系リートなんですけれども3月にですね、このリートがですね、まあ、全体的に銀行のキャッシュ化ですね、の動きとそのコロナの影響が重なって半年以下にですね、このリート指数が暴落したっていうことがあるんですけれどもその時にですね、この住宅系リートはこの配当利回りが5%から8%になったんですよね。それでで割安感がが出て、まあ、一気にまあ住宅の方からですね、買い で値を戻してきたっていうのがあるんですけれども、現在は3%から6%ぐらいの配当利回りでちょっと株価が落ち着いているような状況です。で次にですね住宅系リート全6銘柄を分析していきたいんですけれども、まずちょっとおさらいをしておきたいのがこのナブ倍率ですよね。このナブ倍率っていうのは一株当たりの純資産倍率ということなんですけれども、このナブ倍率が仮に0.8%ということは 100円のパンがですね80円で買えるという状態なんですよねなので割安だということですナブ倍率の詳しい説明については過去動画を貼っておきますので概要欄にですねぜひご覧いただければというふうに思いますじゃあですね一つ一つですねこちらのグラフを見ながらですね説明していきたいんですけれども これはですね、分配利回りですね、配当利回りが高い順に並べています。1つ目はサムティレジデンシャル投資法人ですよね。これがですね、株価が4月末で9万3,400円ということで、え2ヶ月前のおよそですね、株価と比較すると、暴落率が16%マイナスということになってます。分配利回りが6%、ナブ倍率が0.91ということですね。このサムティグループっていうのは、関東の振興デベロッパーで、大和証券が ですね。サブスポンサーとしてついています。え物件の80%がですね、郊外というのが特徴ですね。118と組成されているファンドになります。次がですね、スターツプロシード投資法人ですね。18万3400円が直近の株価で2ヶ月前がですね、20万9 700円ということで、暴落率がマイナス13%ですね。分配利回りが5.5、納売率が0.86ということで、このスターツという会社はですね、まあ、首都圏近郊のまあデベロッパーなんですけれども、23区内の物件が40%で、合計106と思ってますよと。比較的小規模物件が多いファンドになりますよね。でこのスターツですね、住宅だけではなくて、ホテルとか商業とかっていうのをまあやって、 それをです、ね、今後組み込んでいく方針ということがありまして今は住宅特化してるんですけども今後複合化っていうです、ねまあ、アナウンスが以前からありましたでこれがですねこのコロナの不況で,です、ね、ホテル商業本当に組み込むのっていう話がありますからちょっと先が見えないのかなというのがありますね。 次にですね大和証券リビング投資法人です。株価が9万500円ということでおよそ2ヶ月前の株価から暴落率はマイナス18%ということですね分配利回りが4.75難倍率が0.96ということでこの会社はですね23区内にですね40%物件持っていると。 合計が193ですね特徴的なのはこの4月1日にですね日本ヘルスケア投資法人というリートとですね合併したんですよね。でこのヘルスケア投資法人っていうのは有料老人ホームをファンドとして蘇生していたリートなんですけれども。 これが大都市圏に持ってまして23物件この老人ホーム持っているととうここですねでこの老人ホームの稼働率が100%ということなのでこれからですね少子高齢化が加速していく中でこの老人ホームの需要というのはますます高まってくるというふうに思いますから結構面白いんじゃないかなというふうに考えてもいいかもしれません。 次にです、ね、アドバンンススレジデンス投資法人ですね直近の株価が32万9千円およそ2か月前の株価と比べるとマイナス4%ですからねほとんどまあ下がっていないというか、まあ、一旦下がってすぐ戻したということですよね分配利回りが3.4%ナブ倍率が若干高くて1.25ということですねメインスポンサーが伊藤忠グループなんですけれどもこのリートのです、ね、特徴的なところはですね日本最大のです、ね、純資産価格のリートで であって内部留保がですねなんと318億円っていう風にアナウンスされてますけれども要するに利益が溜まってるっていうことなんですよね非常に財務体質がいいファンドになりますで次にですねコンフォリアレジデンシャル投資法人ですね直近の株価が32万トンで500円およそ2ヶ月前の株価と比べるとマイナス9%ですね 分配利回りが3.3%ということとナブバ率が1.21ということですねこのファンドはですね東急不動産がメインスポンサーで都心5区に40%を持ってるんですよねさらに23区内に50%で90%がもう都心にあるということですね133とこのファンドの特徴というのはシングルコンパクト学生というのがコンセプトになってましてちょっと広めのワンルームとかですねワン LDK とかですねそういった物件が特徴 要するに、そういった小さい物件というのは、まあ、都心にあると非常に利回りが高いというのが特徴だというふうに思います。はい、最後、六銘柄目ですね。日本アコモデーションファンド投資法人になります。株価がですね、六十四万四千円。二ヶ月前の株価と比べると、マイナス十一パーセントになってます。分配利回りが三点ゼロ、九パーセント、ナブ倍率がですね、これ、高いですね。一点四二ですから、実際の純資産倍率よりも。 かななり高い評価になってしまっているようですメインスポンサーが三井不動産になりまして9割方がですね23区内の住宅で蘇生されていると都心5区がですね37%あるということでこのファンドもです、ね、コンフォリアそれからアドバンスと同じように都心にとにかく集中しているファンドになります。 で,127棟ですねでこれはですね先日もお話ししたんですけども日銀が大量保有しています株をですね4月の20日ぐらいの現在で8.19%持ってますので日銀が投資するということはしっかりしたファンドであるということがまあわかります。 で狙い目の銘柄なんですけれども1つ目はですねこの大和証券リビングですね日本ヘルスケア投資法人と4月1日合併したばかりですけれども世の中の流れを見ていくと老人ホームっていうのは希少価値を持っていきますし今後ですね、まあ、そういった物件が増えていくっていうことになればかなり安定感が増してくるのかなというふうに思いますしナブ倍率もですね1ぐらいなんですよねお買い得感が他のファンドと比べてあると。 そして、配当利回りも比較的高い4.75ということでこれ面白いいいいんじゃないかなかとううふうに思っています次にですねアドバンスレジデンスですね、これはです、ね、300億円以上の内部留保というのは非常にこれ安心感がありますよね、そして、まあ、日本最大のリートであって都内に71%の物件が蘇生されているというのは非常に安定感が高いと。 で次にです、ね、コンフォリアですね都心国になんと40%ですよで23区内にこの都心国と合わせると90%も蘇生されているということなのでこれもですねやっぱり都心回帰っていうものが進めば安定感をより増していくよとこの3つですねこの6銘柄のうちになるのはねで1つですねちょっと高すぎるなっていうのは日本アコモデーションファンドですね これは日銀がです、ね、買いましてって8.19ですか大量保有株価をしてますけどもナブ倍率も1.42ですから結構高いなという感じですよねそして、まあ、住宅系で一番利回りが低い住宅系で一番利回りが低いっていうことは全、まあ、リートの中で一番低いというふうに言っても過言ではないんですけどもこれはちょっと日銀にです、ね、邪魔されちゃって買うタイミングがなくなっちゃったかなっていうような印象があります。 さていかがだったでしょうかオフィス系ホテル系そして住宅系という風うにやってきましたけれども今後物流商業インフラ系ですね太陽光などのですねそういったファンドもですねどんどん徹底分析してですね出していきたいという風うに思ってますぜひチャンネル登録をしてですねお待ちいただければ嬉しいですでもしですね、えー、今日のテーマ良かったという方は高評価で応援していただけると嬉しいですそれではまた次回お会いいたしましょう Bye-bye.